故郷の町が焼かれたその日に、みんな軍に志願した。あの日の僕らは、命を懸けうるものがあると信じていた。それがどんな代償を払うものか知りもしないで。それでもあれが僕らの青春だった。北東の風、快晴。おいラズ、寝るな。本気で眠りこけてたわけじゃねえよ。お前こそ気張り続けてちゃ持たねえぞ。手震えてるじゃねえか。頼むぜ隊長、やっとやり合えるんだからな、帝国のクズどもと。風が変わった。来る。お、いつもの風の大告げか。敵が来るんだな。お前ら出撃だ。いい状態、聞こえるか。 EG プラトーン、こちら EG プラトーン隊長クロード・ウォレス。帝国軍が動き出した。そちらへ向かっている。そのようだ。頼む、そこを抜かれたら戦線が崩壊する。E 小隊、了解。幸運を。攻撃が終わるまでは敵も前進してこない。その間に有利な配置につく。海は迂回して南の丘へ登り、敵左翼の足止め。ラズは東側で敵の注意を引きつけてくれ。随伴人2名。お前らしっかりついてこい。いつでも行けます。ハーフェン号、前進。 E 小隊戦闘開始。みんな訓練通りやろう。僕たちならできる。進軍してきた帝国軍を叩く。 E 小隊出撃だ。ラズ、準備はいいか。いつでもいいぜ。無敵のラズ様に。よし、まずは歩兵で攻撃を仕掛け、敵の出方を見る。 E 小隊前進。よし、みんな配置についたみたいだな。いよいよだ。隊員たちが戦場で生き残れるかは、隊長である僕の指揮にかかっている。集中しろ、訓練を思い出せ。やってやる。
らくだぜ。邪魔な奴らが嫌がるな。このままじゃ進めねえ。ついさっき無敵がどうとか言ってなかったか。これぐらいで足止めを食って泣き言とは笑わせる。あーうるせえ。言われるまでもない。一瞬で済ませて。行動開始だ。この程度か。よかった、これで少しは楽になる。分かってる。今がチャンスだ。一気に攻勢に出るぞ。前進する。目標の撃破確認しました。この程度か。戦車のお出ましか。ラグナイトエンジン始動。僕たちの出番だ。はい、よし、ハーフェン号。
出撃。よし、出るぞ。頼むぜ、ウォレッシュリー。ルートを確保してください。よし、出るぞ。よし、出るぞ。どんな相手だろうが連邦一の精鋭部隊E小隊の敵じゃねえ。なあクロード、ってどうしたよその面は。花畑が。ああ、なるほど、確かにこれだが、お前仮にもレンジャー部隊の隊長様だろ。隊長だろうが一兵卒だろうが、このご時世うぶな田舎娘。そうかもしれない、だけど心の中じゃ。はいはい、お得意の説教は後にしてくれ。さっさと上官に報告入れてこいよ。このまま待機じゃ酒も飲めねえ。そうだな、指揮所へ報告に行ってくるよ。おう、上官殿に伝えといてくれ。序章、ノーザンクロス作戦発動。失礼します、クロード・ウォレス中尉、帰投しました。よく戻ったなウォレス中尉、実に頼もしい戦いぶりだったぞ。ちょうどこれから次の作戦説明を始めるところだ。遅い、
作戦終了次第直ちに報告に来るのは基本だぞ。ミネルヴァ、君も報告に？注意をつけろクロード。階級は同じでも専任の私の方が責務は上だ。すまない、ミネルヴァ・ウィクトル注意。では早速始めよう。ミネルヴァ、まずは戦況の共有を。はっ。帝国との開戦から3ヶ月、我らが連邦は帝国の圧倒的な軍事力の前に敗退を重ねている。領土の多くが侵され、今や連邦領の3割が帝国に屈しつつ。あ、そこまでか。ああ、帝国の勢いはさらに増している。このまま戦いが長引けば確実に連邦は敗北する。連邦が帝国に屈すれば、奴らのヨーロッパ侵略を止める者はいなくなる。やがては帝国がこの大陸全土を手中に収め、それだけは絶対に阻止せねばならん。我々は負けるわけにはいかんのだ。そこでだ、我ら連邦の参謀本部もついに重い腰を上げた。劣勢にある戦況を一気に転換する大反攻作戦。大反攻作戦。兵力を集中し、一点突破で敵の急所を突く一撃必殺の作戦だ。物資兵力に余裕がある今のうちに一気に敵本拠点へと攻め入り陥落。我々第32機甲レンジャー大隊はその先兵を務めることとなった。願ったりの任務ではあります。しかし我々が攻める敵の本拠点というのはどこだと思う？帝国の戦意を一気に消失せしめ、この戦況を連邦勝利へと大転換させうる場所だ。そんな場所が帝国に？まさか。察しがいいなクロード。そう、そのまさかだ。作戦目標は帝国首都シュバルツグラード。作戦名はノーザンクロス作戦。西暦1935年、ヨーロッパ大陸は東西2つの大国によって分断されていた。すなわち皇帝を頂点とした専制君主国家、東ヨーロッパ帝国連合、通称帝国と、王政を廃した共和国国家の連合体、大西洋連邦機構、通称連邦である。鉱物資源ラグナイトをめぐって対立を深めた両国はついに開戦。大陸は戦火に包まれる。帝国はその圧倒的な軍事力で周辺国を次々に侵攻占領。対する連邦は同盟国間の足並みが揃わず劣勢を強いられていた。開戦から3ヶ月、ヨーロッパの7割を支配下に収めた帝国に対し、連邦は一大反攻作戦を開始する。ノーザンクロス作戦。動員兵力600万人、第二次ヨーロッパ大戦最大の犠牲者を出したこの戦いは、連邦では東部戦線、帝国では大祖国戦争と後に呼称されることとなる。奮い立てる勇敢なる兵士たち、我々はここにノーザンクロス作戦を発動した。今こそ帝国を打倒し、このヨーロッパから腐り切った圧政者どもを一掃するのだ。それぞれの正義のために命を散らしたおびただしい数の兵士たち、そのほとんどが明日を信じ明日を夢見たどこにでもいる若者たちであった。これは連邦軍ガリア人部隊イーショー隊隊長としてノーザンクロス作戦を戦った
クロード・ウォレスの手記に基づく若者たちの戦いの記録である。一章、クレスト要塞攻略戦。司令部より勲章が授与されたぞ。